はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ続きをやっていきたいと思います。とりあえず南の砦を解放して、でこっちに南の砦内部っていうのがあるので、この中に入っていきましょう。また移動マップではないね。会話できる人がいないから調べよう。これなんか怒ってるよね。ブドウ酒、あ、なんかさ欲しがってるおっさんいたよね。これは飲み水。これ武器とかさパクろうぜ。あ、鉄の槍とか、あ、鉄の槍とか持ってけるんだ。海賊の襲撃に備えて200年ほど前に作られた要塞だ的な。これは錆びた盾。お、なんかすげえいっぱい怒ってんじゃん。これは武器、武器が散らばっている。なぜあの鉄の槍だけ一本だけ吟味して持ってったんだろうか。もっといっぱい持ってけばいいのに。これは特に何にもないか。通路、砦の奥へと続く通路だ。ここはこんなものかな。じゃあ作戦室に行ってみますか。調べる。イカズチの剣、イカズチの剣を手に入れるとか、何それ。武器超強そうなんだけど。荷物、役に立つものはないなって。テーブル、ちゃんと勝たせよ。冷めたスープとか。それはさすがにいらんだろう。ブドウ酒、エール、あとこちら辺は錆びた剣。錆びた剣とかなんか鍛えられるのかな。とりあえずここもこんなものか。他はなさそうだね。じゃあ移動して牢獄。壁突っ切ってるな、人がいる。クレア、まあルカ、助けに来てくださったのね。早くここから出してくださいまし。こういうやつか、ちょっとあんま好きなあれじゃないな。私をここから出してくださいまし。うるせえこの野郎。とりあえず調べよう。硬いパン、牢の扉。鍵がかかってる、鍵が落ちてるね。ちょっと全部回収してから鍵取ろう。物語が進んでも嫌だからな。他なんかあったね。床に転がった武器、特に他はないかな。上も隅々まで見て、じゃあ鍵を回収しますか。で、じゃあねー。ちょっとお待ちください。どこ行かれるおつもり。お前の知らん。まず私をここから出してくださいまし。しょうがねえなー。牢の扉、扉を開けますか。よし、開いた。ねえあなた、手を貸してくださらない。そこまでか。あ、うん、ごめん遊ばせ。やっとこの狭くて汚いところから出られましたわ。ありがとうございます。彼はアルム君、我々の新しい仲間です。まあそうでしたの、歓迎いたしますわ。私はクレア、仲良くして差し上げてもよろしくってよ。こちらこそよろしく、クレア。それでアルムはどちらのご出身ですの？え、出身？僕はラムの村から来たんだけど。村？村っていうのはあの畑を耕したり牛を飼ったりする。ああ、うん、そうだね。まあ、私村の方とお話しするなんて初めてですわ。じゃあアルムも牛を追ったりなさいますの？とてもそうは見えませんけれど。そのクレア、アルム君が困っていますよ。あら、そうでしたわ。私ったらまた忘れていました。お兄様に、我が解放軍はソフィア騎士団とは違う貴族ばかりではないのだから気をつけなさいと言われましたのに。ごめんなさいねアルム、どうか
お気を悪くなさらないで。うん、全然気にしてないよ。わあ、アルムはお優しいのね。私、また村のことをお聞きしてもよろしいかしら。うん、もちろん。嬉しい。じゃあこれからも牛や豚の話をたくさん聞かせてくださいませね。あ、うん。クレアが仲間になりました。なんかすげえ女だな。おう、でも美人だぜ。おい、何考えてるんだよ。え、あ、いや別に。ふん。いやー、美人でもなー、こういう性格の子はちょっとなー。変な兵士が立ってんね。解放軍兵士。助けに来てくれてありがとう。もうダメかと思ったよ。君たち解放軍に入ったんだろう。だったら気になる話を聞いたんだ。なんでもミラ様が神殿から消えたらしい。だからリゲルはソフィアと戦ってはならないという神々の盟約を破って侵略してきたんじゃないかって。まあ本当かどうかはわからないけどな。うん、なるほど。じゃあちょっともう一回作戦室の方に移動してみましょう。誰かいるかもしれないと思ったら誰もいない。玄関は、あ、いるね。シルク。私がシスターになったのは母の影響なんです。私の母もシスターでした。父は顔も知りません。幼い頃、母と二人でずっと巡礼の旅をしていたんです。だから私、旅には慣れっこなんですよ。空を見れば明日の天気がわかるし、食べられる草花を見つけるのも得意です。何かお困りでしたらぜひ相談してくださいね。ふんふんふん。じゃあちょっともう外に出ましょう。で、身支度身支度。アルム、道具イカズチの剣、威力15、射程1から2じゃん、すげえ。必殺がマイナス10か。これを装備して、アタックプラス15とか、スピードが結構下がるね、こういうので。こいつなんか装備してんの。鉄の槍を装備させよう。で、これさ、モノベースになってるのか、人ベースにしたいんだけど。あと余ってんのって、ちょっと待って、鉄の剣が余ってるから、これはグレイに装備させよう。で、錆びた剣、錆びついた剣、このままでは役に立たない。あ、ダメなんだ。槍は装備してる。弓も鋼の弓を持ってるでしょこいつが。あとこいつ革の盾を装備させよう。牢獄の鍵とかもういらんだろう。アクセサリー系があれば魔導士とかに装備させてもいいかもしんないけど、錆びた盾はこのままでは役に立たない。なんか鍛えないといけないんだな。ディフェンスプラス3はでかいね。ただよし。イカズチの剣、鉄の槍、鉄の剣、鋼の弓、革の盾と。あれ、クレアってこいつペガサスナイトじゃんかぶってんな。装備できないんだよね、この。あ、待って待って待って。守備0、魔法防御0、回避0、重さ3だから装備するだけ無駄だな。で、ちょっと村に戻ろう一回。なんかいたよね。広場だっけ。で、会話、こいつかな。ラムのブドウ酒が飲みたいな。渡そう。わざわざ探してくれたわけじゃないけどさ、青カビチーズ名声が高まった。ラムのブドウ酒かチーズって言われたらさ、ブドウ酒の方が良くないかわらしべ長者的なあれにはならなかったな。中には移動できないんだよね。特にオレンジがさらに落っこってるとか、時間が経てばオレンジが復活するとか、そういうのはなさそうだな。まあいっか、ちょっともう
ってましょう。じゃあで先へ進みますか。ソフィアの南の戦い1。もう1ヶ月くらい経過してんな。36日とかあるんだね。ちょっと一旦セーブしよう。よし、これで別にこのままでいいでしょう。また弓兵がいるね。この弓兵をね、なんとかしたいんだよね。僕に任せて。まずはこの危険なところからギリギリの場所を陣取って、弓兵は射程が長いからで、左右はじゃあこのペガサスナイトで固めるか。よし、来たな。まず弓兵を排除しよう。あれ、なんか左の方に変なやつがいるぞ。こいつもなんか持ってんのか。ソシアルナイト、いや別になんか持ってる感じはしないね。多分こいつ倒すと終わりでしょ。ではではでは、まあアルムで突っ込むか。一発で倒せんな。おりゃ、これが僕の力だ。自分しびれないのか。おお、1個しか上がらない。であとはちょっと弓で狙って、てか射程長くなってんな、そういえば。うわー、その代わり2回攻撃ができなくなってる。スピードが下がったからか。魔法サンダーの方が強いのか。あ、サンダーの方が強いね。サンダー3だし、射程ヒットポイント2使うけど、別に1も2もあんま変わんないからね。でそこからこいつを前線に投入しよう。でただこいつが食らうとちょっと危険そうだからな。リカバーでヒットポイントを回復させておこう。助かったぜ。でここに置いておいて、レベルアップ、よしよしよし。ん？アーマーにクラスチェンジする資格を得ました。割と早いね。上位ショック的なあれでしょ。ただなこれあんまり前に出すぎると危険そうだからな。ちょっとここら辺に置いとくか。2発で倒せんなこれ。ほら、いやすげえ、イカズチの剣マジで。お、逃げてった。あいつはあれか、回復しに行ったのか。完全に無双だな、イカズチの剣。ペガサスナイトで終えるかな、あの距離。いや強すぎだろ。逃がしはしない。このペガサスナイトから逃れられると思うな。よし、レベルアップ。ははディフェンスが1か。でこいつマジどうしよう。ただすげえ機動力を誇ってるね、馬。ちょっと待って、レベル的にみんなどうなってんだ。4 4 5 6 7 4、3のやつはいないか。ってことは、あ、こいつ1から始まるの。
クレアとか1か倒しとくか。じゃあちょっと待って、倒せねえじゃねえかよ弱すぎて。じゃあちょっとこの槍兵を倒そう。ほら、よーし。でこいつパワー減ってるってことは多分逃げ出す感じがするよね。白魔法で一応回復させとこう。でそしたらソシアルナイトをぶっ倒そう。多分逃げると思うから、多分ねあ、逃げてった逃げてった、来たね。こっからは当たるか。ほら、でまたちょっと死ぬのはさすがに勘弁だから回復をさせとこう。とこいつがどうなるかだよな。できればなクレアレベル上げたいんだけどな。ちょっとここに置いておいて、こいつもここに置いておいて、弓兵が攻撃されるとちょっと怖いからな。で入り口は封鎖しようここは俺が陣取る。飽きられてきたか倒すなこれは。おお、経験値くれるね。よしよしよし、3。あれやばくないか、大丈夫か。あ、そっか、ヒットポイント吸収できるんだ。あ、なんだ、ボス倒してもあれじゃん、大丈夫じゃん。ちょっとヒットポイント回復しつつ、あ、かわせたか。まあしょうがない。クレア倒せんか。ファイヤーとかはどう、倒しちゃうね。もちろんサンダーも倒すよね。弓も相当強いからな基本なんか弱いやつと強いやつの差が開いてきたな。ただここでこいつは倒しておきたい。死なないよね、死なない、死なないのは死なない。3とか弱っ。12残れるよな。これは危険だけど、やばい、当たらないと死ぬ本当危険な綱渡りだな。よし、ただ3上がったぞ。オーケーオーケー、よし、ハルムとかいい勝利だったね。マジ無双してんな。クレアだな、ちょっとクレアのレベルを上げたいね。なんか来たよ。クレア、無事だったのか。まあフェルナ、どうしてあなたがここに。どうしても何も、君が敵に捕らえられたと聞いて助けに向かっていたんだ。クレーベはアジトを動けないからな。だがこれは一体なんだ、こいつらは。え、僕らのこと。こいつじゃありませんわ、アルムです。アルムはマイセン教のお孫さんですのよ。マイセン教の孫。おいルカ、どういうことだ。マイセン教を迎えに行ったのではなかったのか。残念ながらマイセン教はお連れできませんでした。ですがアルム君とその友人たちが力を貸してくれることになりました。孫とその友人だと。こんな連中ただの平民ではないか。解放軍は子供の遊び場ではないのだぞ。フェルナ、彼らは真剣に戦ってくれています。現に我々が撤退せざるを得なかった南の砦を取り戻してくれたのですよ。彼らの力は私が保証します。どうだか、騎士団にも所属していない田舎貴族のお前に何がわかる。おい、いい加減にしろよ。僕になら何を言っても構わない。でもルカまで悪く言わないでくれ。なんだと、平民がこの俺に指図するつもりか。アルムの言う通りですわ、いい加減になさいまし。フェルナ、お兄様の言われたことをお忘れですの。クレーベは
貴族も平民も関係ない。共に力を合わせて戦わないと、ドゼを倒すことなどできないと、あれほどおっしゃっていたではありませんか。ただでさえ解放軍は土星軍に押され、危機的な状況ですのよ。おい、お前たち。なんだい。グレーベに免じて解放軍への参加は認めてやろう。だがくれぐれも武王はきまえろよ。さあクレア、君が無事ならもうこいつらに用はない。共に帰ってクレーベに報告しよう。嫌です。私はアルムと一緒に行きますわ。そうか。では好きにするといい。なんだあいつ。あんなに失礼なやつ初めて見たぞ。ルカのおかげで騎士も嫌なやつばかりじゃないって分かったつもりだったけど、やっぱりいるんだな、ああいうの。ごめんなさい、不愉快な思いをさせてしまいましたわね。やめろよ。あんな奴のためにあんたが謝らないでくれ。グレイ、お前いい格好しやがって。ん？何が？あの、どうかフェルナーを悪く思わないでくださいませね。以前はあんな人ではありませんでしたのよ。以前はって何かあったのか？それはこんな時代ですからね、いろいろ言いづらいことも起こるのですよ。さあ行きましょう。これはこのままどんどん進軍していけばいいのかな。ただね、ちょっとクレアのレベルを上げたいんで、クレアレベル上げをしてきます。はい、じゃあクレアをレベル3まで上げたのと、あとルカがねアーマーナイトだっけ、なんかそれに転職できるっていう感じだったので、とりあえずミラノ像の前まで来ました。でクラスチェンジかな。ルカ、あ、アーマーだね普通のアーマーナイトとかじゃなくてアーマー。ヒットポイントめっちゃ上がるな。ヒットポイント、攻撃力、防御力がすげえ上がる。高い守備力を持つ歩兵、前線における頼もしい盾。そうだな、こいつはもう前線で盾になってもらおう。クラスチェンジしますか。はい、どっからこんな重厚な装備を持ってきたんだ。盾とかすごいね。自分の務めを果たすまでです。よし、じゃあこれでとりあえずサクッと出よう。走って逃げる、逃げろー。よし、これはまあ別にセーブしなくていいでしょう。で次のところは、いやでも次のところもさ強そうだよこれ。敵の部隊がいます、戦いますかと。ソフィアの南の戦いに、とりあえずまあ戦闘開始で周りを見てみるか。あ、こっちに騎馬兵が2。うおー、ここにもすげえいっぱいいる。で、ここが補給のところか。なるほど。どうする？補給を陣取りに行く？一応陣取りに行くか。まあ、まず前に出すのは、とりあえず、お任せください。ルカだな。ルカと、主人公を前に出しつつ、お話ができるね。これなんかお話をすると、信頼関係が深まるみたいで、命中率とかに補正がかかるみたいですね。まあ、なんですの？いきなり笑うなんて失礼じゃありませんこと？ごめんごめん、戦場でご機嫌ようだなんてなんだかおかしいなって思って。てかお前ら戦場でこうやって話してんのもおかしいだろ。そうなのですか？困ったわ。
では、なんとご挨拶すればよろしいのかしら。お疲れでいいんじゃん。いいよ、クレアそのままで。クレアのそういうところ、僕、好きだよ。そうですな。そう。よし。私で、これ C って書いてあるんだね。なんだろうって思ってたけど、信頼関係が C ランクっていうことですね。こいつはね、もうこの弓兵くんと B ランクなんですよ。ちょっと足の遅い人に合わせないといけないかな。いやこれは待った方がいいな。この森あたりでアーマーを森にやって、あとはこいつらを前に出すと、8マスあたりがあれなんだっけ、なんか補正がかかるんだっけ、なんかちょっとそこまではよくわからんが、でもアーマーのところに多分攻撃してこないからね、それは防御力の弱いやつを森につかせた方がいいのかな。まあとりあえずルカは突っ込ませよう。無駄。ああそうか、スピード的にはそんなにないのか。弓をじゃあここに置いて遠くから攻撃をする。ちょっと待って、奥のやつにしよう。で、こいつはここから魔法を唱える。あ、サンダーとかもそういうのあったね。まあファイヤーでいいか、倒せるし。いくよ、ま、結構楽しかったよ。さあレベルアップ。おいいねいいね。頭が冴えてるんだ。アタック攻撃力が上がってるけど、魔法ってさ何に関係してくるんだ。あ、そういえばさ、こいつ射程2から攻撃できるよね。おお強っ。あーこいつは無理か、倒したかったけどな。そうすると、まあクレアだな、さすがの移動力を誇ってるな。これでいかない、こんなものですわね。あとはどうするか。やはり川の付近で敵を待つか。一応どこら辺まで来るか、ここら辺まで来るか。アーマーをここに置いとこう。で反撃をしつつ、弓兵とかで援護をすると。一応作戦が確立してからはなんとかなってるね。裏をかけたと思いましたか。いや硬い、めちゃ硬いわ。で遠くのやつを狙おう。まずは遠くのやつを、物陰から減らす。11か。ここにいてサンダーだな。くらえ。で、そうだな、ちょっとこいつはここら辺にいて、一旦待つか。よし、レベルアップ2個か。まあでも攻撃力が上がったのはよしとするか。こいつさ意外と防御力高くね。あんまり食らわない魔導士。ハガノの弓って射程1もできるよね。それすごいよな。めっちゃ強えんだけど。こう考えるとさ、王国軍みたいなの弱いよね。普通に。ちょっとクレアでいくか。クレアのレベルも上げつつっていう感じだけど倒せない。エフィはどうなんだ。
3よっぽど倒せないな。こいつで少し減らすか。クロマ砲リザイア、うん、当たればの話だけどね、これ当たらないんだよね、しょうがない。この2人の組み合わせでまずこのタコッパを倒すか。でたまにはちょっとエフィでも倒さないとね。火力がないね、やっぱり。移動力はめちゃくちゃあるけど火力が出ない。そしてレベルアップ最近ね、うん、まあいいや。人の動きがよく見えるんだ。できれば3、最低限2だね。こいつ8か。どうしようかな。ちょっとアルムも別にそんなに突出してレベルが高くなったわけじゃないからな。倒そう、アルムで。いや、イカズチの剣、マジ強いよ。本当に。すげえもん見つけたな。今日は体が軽いや。スピードが上がったからね。よし。私のように完璧な勝利ですわ。ちょっとしか経験値が上がらない。シルクが次何かすればレベルが上がるね。さあ、解放軍のアジトはすぐそこです。皆さんのことは一足先に使いを出してクレーベンに報告してあります。きっと待ちかねていますよ。早く向かいましょう。よし、このままガンガン進もう。お、こっち左があるよ。何これ、解放軍のアジト。あ、先にこっち行くのか。え、超強そうなんだけど。ドゼとかさ、スレイダーとか、何これ、2人一緒にいるじゃん、やばくね。583、俺のが強えし。いやでも、え、2人いるよねこれ、どういうことよ。まあいいや、とりあえず解放軍のアジトが左にあるんで、じゃあ今回はここで終了して、次回はこの解放軍のアジトからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。